もっと聞いてね MBS。 さあ今朝のおばあちゃまでございますが、はい、テルエさん、テルエさん、いいお名前だね、明るい声でしょう。おはようございます。おはようございます。テルエちゃん、ありがとうございます。おばあちゃん、はい、テルエさんだな。はい。あら、そんなんだったらねえ、もう、え、だってね、テルエでございます。え、1ヶ月もせんうちに、え、今は88ですか。はい、そうでございます。だけど今度もう間もなく、え、1ヶ月したら89になるんですか。誕生日が、誕生日は昭和5年の10月の22日で、来月の22日で88歳、数え年で89歳になります、ね、いや元気やな。そうでしょうか。はあ、そうでしょうかってもうお声でわかりますもん。そうですか、はいはい、連れ合いはもうずっと行ってるんですね、あの向こうの方へ。そうですね。え、はい、もう行ってるんでしょ。今何ですか。あの、いやいや、あのテルエをね、はい、まだ19の頃かなんか騙した男はありません。嘘、もうおらんのでしょ今は。もうね、主人ですか。主人だった人はもう上行ってるんでしょ。主人はまだ元気でございます。何、え、元気な、もしもし。はい、え、ご主人、え、まだ元気な。そうです。なんで主人は91歳なんですけども、まあ、多少は認知症が出ておりますけども、はあ、まだ自分でご飯食べたり着替えしたり、自分の身の回りはできますので、はあ、私はまだ助かっております。はあ、元気なんだ。はい、あの小池ちゃんなんですけど、平均年齢がね、ね、まあ、あのどん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 上がってはきてますが、そうなんですよ、はい、女性の方が断然長生きじゃないですか。長生きですけども、うん、はい、あの主人はおかげさまでまだ元気にしております。だからあの話がちょっとおとなしい話になりますからね、こんなご主人にもしも怒られたらえらいこっちゃから。え、テルエさん、はい、僕は独身やと思ってましたから。とんでもない。え、とんでもない、とんでもないって、はい、だってうちの嫁はね、もうなんだかんだって80ちょっと過ぎてから行ってしまいましたからね。はい、昭和10年の10年でしたから、 おばあちゃまよりはね、はい、5つも、そうですね、若いのに。もう本当これ私たち2人ともまだ平均年齢過ぎておりまして、まだ元気でさせていただいておりますので、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。だってね、それはね、はい、やっぱり動いたり頑張ったりして、はい、ね、いいご主人に恵まれたからでしょうね、はい、いや恵まれてる、まあ普通の生活でございますね、はい、いやいや、いいご主人でしょ、うん、まあまあ男で坂東さん裏表がございましてね。それがもうやっぱり世間に漏れず、主人は外ではいいんですけど、家ではやっぱりちょっと昔の男でございますので、亭主関白なとこもございます。男のね、はい、これが悲しいかな、外面をね、はい、格好をつけて、はい、いい思いを相手にさそうと思ったり、お仕事があったりすると、はい、僕らもそうなんですよ、バンドさんいつもニコニコってとんでもないですよ。まあ仕方がないですね。もう許してくださいよ。みんなそうなんでございます。だってね、家を出たらね、はい、何人の敵がおるかわからんわけですから。あ、そうです。だからご主人だってね、頑張って、はいはい、ね、テルエをちゃんと守ってきたんでしょ。はい、そうなんですよ。そうでしょ。はい、二人の娘も元気でおりますしね。はい、ありがとうございます。ちょっと娘もって二人、女ばっかり。はい、私男の子ちょっと産んでませんのでね。娘が二人なんですけども、そんなうちの家と一緒や。もうそれはもう近所で感心されるぐらいによく来てくれまして、これいろんな用事もしてくれて結構でございます。我々ね、はい、これ関岡さんっていうのはね、はい、今毎日放送 の女子アナだったんですよ。
はい、それがね今でも今でも今でも私も女子アナでございます。もう済んだでしょ女子アナ。いや女子アナです、はい、今でも済んだって何なんですかそれもう定年えまだ定年してません50代ですから一応なんで顔ほんのりとしてそんなことで打ち消そうとするんだ。いやいや分かってるわ一応ねそこは抑えとかないといけませんからねあの女は強いからね。もしもし、はい、テルイさんねえテルイさんお互いが頑張ってるとあ、はい、そしたら、はい、え お二人とも もちろんね、はい、ご結婚なさって、はい、そしてお子さんはどれぐらいあの何人いたんですかお二人の。だから今言うたら娘二人です。二人でしょ、はい、そしてまたあの孫が、はい、あの4人ございまして、お、はい、ほんでひ孫もおります。ひ孫は何人になっちゃうの、はい、孫5人です。ちっちゃなの忘れておりました、ちょっと一番上の孫が33歳で、下の孫があの中学1年生13歳なんですよ。ほんで上から2番目 あの孫にあの、ま、ひ孫が2人おります。ひ孫まで、ま、これがまたね可愛いんですよね。あのねちょっと聞きたいんだけど、はい、まだうちはね、はい、あの孫が22、3になるんですけども、はい、誰も男がおりそうな気配もないんです、はい、阪神の糸井ばっかり追っかけてるんです。あ、そうですか、ね、そしてじじいっぺん2人で見に行って応援しようって、はい、別に見に行かんでもいいんだって思うんだけど、はい、だけど大好きなんで、はい、野球が好きで、そしたら彼がまだいないみたいなんですよ。だからそうすると彼がいなかったらこんなんね、はい、僕らうちの家内もあのそれまで頑張れよって言ってたら、はい、はいって言ってたのに、はい、ね、え、だからひ孫まで見れたらそりゃ本望じゃないですか。そうなんですよ、ねえ、はい、まああの結構なほど思います、はい、いやご主人幸せやな綺麗なねテルエと結婚し、いやどうでしょうか、相手はどう思ってるか知りません。うるさい女と思ってるかも分かりませんけどあのねそのうるさい女とって言える人は、はい、言える人はうるさくないんですよ。そうですか、はあはあ、だからね、はい、あのご主人名前なんておっしゃるんですか。としおです。としお、はい、また普通の名前やな。え普通の名前あの便箋の便に生まれという字、ね、もう僕書きましたその字で、はい、だいたいとしおってこのね書くと、はい、この便所の便の人ってね心優しいんですよ結構。プロ野球でもずっと調べていったら、はい、年間で年寄って僕らドラゴンズに3人いたんですよこいつがもうリリーフで出ていっては打たれて帰ってくるんですよ。あ、そうか、はい、だから相手を倒そうとかそんなしないんですよ、はい、ちょっとそうでしょご主人も、はい、え、はい、だからテルヤがね、はい、カーデンカというかテルヤがもう大体仕切ってたでしょ池田家を。何ですか。池田家、ね、池田さんって言うんでしょおじいちゃん。池田でございます、はい。年男は、はい、池田年男です。そして照江が嫁いだんですよね、はい。それでもう大体全部仕切ってんのは照江でしょ。照江です、はい、だけどね、はい、あのなんかえデイサービスに行ってらっしゃるんですか。あの主人はね、うん、週に3回ね、はい、デイサービスに行っておりますわ、月水道とね、ええ、で私はその間にね、うん、俺の今になんとかでね、うん、あの趣味の会茨城市にあの地域あの交流広場というのがありましてね、そこに麻雀がありカラオケがあり、民謡があり、はいはい、それから何あの手芸があり、あれ前言ったらあのなんていうのゲートボールじゃないけども、ちょっとグランドで部類があるんですけども、へへ私は何に行ってんの今。あの民謡と民謡手芸と行っております。民謡と大体元から展示することが好きなんで、手芸の作品もだいぶできております。でそれを毎年の、あの校区の文化祭に出品しております。出品して、はい、そしたら好評ですか。やっぱり大したもん、はい、ほんであの民謡の方も、うん、あの近くに民謡の先生がおられまして、三味線で伴奏してくださって、過去4年間ずっと茨城市に老人芸能大会いうのがありましてね、おーおー茨城でそれに、うん、あの出演しております。えどんな歌歌ったの、民謡って。え、大体民謡です。もう北海道から九州までずっと
え、北海道の民謡の代表的なって言ったら何でしょう、はい、北海道の代表的な道南なという字ありますね。え、知らない。あ、ちょっと出だしだけでちょっと歌ってみて。いやいや、それはちょっと、はい、道南何、道南なというあの歌がありましてね、うんうん、出だしは北海道は、え、違う、え、道南、え、あの今ちょっと手元に歌詞がございませんのでわかりません。あ、はいはい、今覚えてるようなあの民謡って どんなあのだから皆さんのご存知の、うん、あのあれやらあのちょっと歌ってみて、ほら、あのソーラン節とか、あ、そう、やーれんソーラン、まあ、花形モンドとか、ちょっと歌ってよ。あんなもん習っております、テルエ。はい、行くよ、はい、やーれんソーラン、そうそう、はいはい、あのそのやーれんじゃなしに、うん、民謡の方の専門的なのはやんでーとこう上がるんですよ。ちょっと待って、はい、やんで、だからちょっと歌い方が違いますので、ちょっと待ってよ、はい、っ全然知りませんでした。芸能大会に出る出る道でね、あのみんなあの会員さんが15人おりますけどね、その方のまあハッピー、はあ、いやもう今までは黒のスカートにズボン白のブラジャーなんですけどね、聞いてくれっちゅうの、はい、ちょっと外れました。ちょっと待って、外れた今、はやんででしょ、やんでソーラン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 と上がるんですよ。ちょっともう一遍ちょっと教えて。もうやめてください。もうこれでない。ちょっと待ってよ。やんでソーランソーランなの？はい。今ね、ちょっとあの私もあの昔から覚えてるソーラン節とちょっと違うなと思ったんですけどね。うん、はい。そんなん知らん、まあ、まあ専門的なもんでしょうかね、わかりません。ヤンレってそんな上からね、はい、高いとこから降りてくる、そうなんです、はい、僕らヤンレだもんね。そうです、それもヤーレンですもん。ヤンレ、私は普通はヤーレンと下がってましたけど上がるんですよね、はい、いやこれね、はい、こんなんちゃなんですけども、はい、声を大きく張り、ね、はい、出すというのは健康の基本らしいですからね、はい、だから歌を歌ったりカラオケなんかもね、お年を召した方にも健康の第一歩でいいんですってね。そうなんです、あのね、声を出すことは体にいいと聞きましてね、うん、出ない声を出しております。いやいや、今のヤンレイにはもう驚いた。まさか85にもなろって。あんまりもあの、バンドさん突っ込まないでくださいよ。いや突っ込んでるわけない、もう感心してるんだもん。え、感心してるんですもん。そうですか。そうそう、はい、だって娘がね、はい、あの老人会でもね、はい、え、テレビは元気だっていうことで、茨城のこの、はあ、あの陛下老人クラブいうのがありましてね、はあ、ほんで それの会員にもなっております。40人前後ぐらいかな、はい、はあ、あ、それはもう毎年総会がありバスツアーがあり新年会があり、でまあ次々近くのお宮さん10日の日にお掃除に行って、でその後でグランドゴルフの練習やら、ね、しております。そらね、はい、あの基本的にはお体が元気だから全てやれるんで、そしたらまたみんなが頼るんですよね、きっと。坂東さん、私ね、ああ、もう足両足ともあの人工の置換手術をしておるんですよ。そしたら大変じゃない、うん、だから杖は持ってんの？歩くときはいわゆるシルバーカーを押しておりますけども、あ、まあちょっとぐらいはこの2本の足で歩いております。あのお気をつけくださいよ。はい、ありがとうございます。あのお元気だから、はい、つい、あの、僕らもそうですけども、我々の年になってカチンするんですよね、ここまで元気だったっていう、はいはい、そうすると体は衰えてるのに関わらず、はい、ね、気持ち、はい、頭でそのね動こうとしてしまうと、はいはい、ちょっと転んだりするから、はい、そしたらそれでちょっと痛めたらもうえらいことになるんだよ。あ、そうなんです。だからまああの注意はしておりますけどね、うん、まあ周りの人もみんな気遣っていただいて、はい、はい、あのバスツアーに行ったかで階段上がらんと、うん、横のあの、あ、いわゆる上り口みたいな、上り口、ね、あるのをバスガイドさんが一生懸命歩いてついてきてくれてありますよ。あのね、はい、テルエ言っとくけども、はい、年をのために元気でおってね、はい、年をちゃんと見送っ
ってからそれからでゆっくりでええからね。はい、まあそれがやっぱり、昔から言う嫁の立場でございますね。そうですね、はい、どうぞ時間が来ましたけども、はい、本当にお元気で、はい、年寄りくれぐれもよろしくお伝えください。ありがとうございます。もう本当今日はね、はい、坂東さんお顔が見たいと思ったんですけどね、はい、お声だけで十分でございます。ありがとうございます。本当ありがとうございました。年寄りもよろしく言っといてね。はい、分かりました。はい、お孫さんたちにもひい孫にも、はい、はい、伝えておきます。坂東、はい、さんのこれからのますますの ご活躍、はい、お祈りしておりますので。ありがとうございます。実は本当にありがとうございました。そしてひろみにもよろしくね。はい、どうもすいません、よろしくお願いいたします。バイバイ。失礼いたします。